最上川の治水対策事業として検討されている大石田大橋の掛け替え工事について、町は新たに整備するのは車道橋とする方針を示しました。国や県などは、2020年7月の豪雨災害を受け、最上川流域の治水対策プロジェクトを進めていて、大石田町でも新たな堤防の整備が計画されています。 これれにに伴い、最上川架か,かる大大石田大橋のけ替え工事も検討されてきのうの説明会では現在の橋の位置からおよそ30メートル下流に車道橋を整備する方針が示されました歩行者や自転車の通行を想定した歩道橋などの案も示されてきましたが 利便性や災害時の対応などを総合的に判断ししたとしています車道橋の整備では町の景観が損なわれることを懸念する声もあり今後、こうした意見を踏まえ橋の位置や形状などの設計が進められます。